はい、皆さんこんにちは、ベンマックスです。今日はですね、また G ショックを買ってきました。大変人気があるようで、なかなか手に入らないということなんですけれども、中はですね、これですね。開けてみましょう。はい、こちら GA の 2100-1A-1JF でございます。たまたまですね、近所の、時計屋ですね、ちょっと聞いてみたら、ちょっと手配かけますからっていうことで、入れてもらいました。なんかカシオさんではまだなんかないみたいで、チェーン店だったんで、他の店舗から取り寄せてくれました。それでですね、2割引きでゲットできたわけなんですけれども、まあ今すごいですよね。ラクマ見たら1万8000円ぐらいで売れてますね。まあ定番なんでね、もうちょっと待てば手に入るとは思うんですけれども、G-SHOCK ストアもですね、この間2月の頭ぐらいに3本ぐらいポンと入ってきて、で10時に開けて、朝一で並べたら10時に開けてすぐ買って、大阪の方の人が買ってって、で11時には全部はけちゃった、3本はけちゃったって言ってましたね。まあ大変人気なんですけど、そうですね、これですね、確かにかっこいいですよね。でこの、こっちがですね、なんか曜日になってますね。でブラックでよく見えないかもしれないですけども、今日は、水曜日のね、W ってところを指してます。この色が人気みたいですね。赤はあるんですけどってよく言われるんですけれども、でそのお店に陳列されてたやつで、このドットインデックスバーの、ドットじゃないですね、インデックスバーのここが白いモデルがあったんですよ。それも買っちゃおうかなとか思ったんですけど、他にももしかして欲しくなる時計もあるかもしれないんで、ちょっとそれはやめときました。はい、このねオクタゴンのね、八角形のがね、なんかオーチマピエのロイヤルオークみたいな雰囲気で、カシオオークとかもとかは言われてるみたいですね。でまあ、ボタンは昔ながらのボタンなんですね。以前 GA の2000、紹介したんですけども、これはバンドが取り、ね、ベルトが取り替えられるタイプで、ペタッとこう広がれるような形になるんで、それでここまでね、カーボンで覆って、それで、まあ、でかいボタンがあるわけ。こっちはね、これもカーボンが入ってまして、カーボン素材で、ショックを和らげる。で、非常に軽いんですよね。ここにあるんですけど、カーボンコア。カーボンコアガード。ありますね。なかなか、後ろのね、この一応も、金属でいいですよね。これはちょっとプラスチックなんですけど、やっぱり金属使っているとなんかこう、少し高級感がある、高級感っていうか、しっかり止めてくれるっていうような、途中で割れたりしないような、なんかこうイメージがありますね。
です。ちょっと外してみますね。これをこうするのか、どうだったのか、こっちか、こっちでこうですね。ちょっとちなみに腕にはめてみます。3つのところですね。まあ大体3つ目のところがいつも、まあ、こんな感じですね。なかなか締まりがあってかっこいいですね。やっぱり人気があって、人気があるのが分かるような気がします。で、なんか外人なんかも買ってくそうで、世界的になんか人気がやっぱりあるそうなんで、まあね、なんかあまり店頭に並んでないっていうのが残念なんですけれども、このまま生産が終わる可能性があるかもしれないしみたいなことが、柏さんの相談センターの方で聞きましたら、作ってはいるんですけれども、まあそのね、2100って最初はあんまり GA2100 っていうのはあんまり人気がなかったような気がしたんですけれども、まあ、急にちょっと人気が出てきちゃったということで、途中で生産も打ち切るかもしれないしみたいなことはなんかちらっとほのめかしてましたんで、なるべくゲットできるうちにゲットした方がいいかもしれないですね、欲しい方は。ただね、ラクマとかフリマ、とかね、ヤフオクとかプレネで買うのはちょっとね、この時計をプレネで買うっていうのはちょっとどうかなと思うんですけどね。まあこんなものを買ってみました。はい。であと、これ今2月の12日今日の日付で、これ秒針ですね。はい。でこれがこう上にかぶさっちゃった時には対比モードが、確かこれとこれを押すのかな、あ、対比してるから動かないですね。でそれでこれがライトか、ここがライトですね。はい、モード、これは、世界の各国の時刻を表示できる機能ですね。この次が、ストップウォッチ100分の1計測で、これでリセットかな。はい。で、タイマー今、10分でセットされてますね。はい。でこれでスタートして、10分経ったらなるわけですね。でこれは、アラーム、今12時に合っているわけです。でアラーム2も12時、3も12時、4も12時、これは5分ぐらいですね。これで、また元に戻ったという、形になってます。まあ、こんな機能がついてます。で防水は20気圧、普通の G-SHOCK、 定番の G-SHOCK と同じ20気圧です。まあ、こういうものをまた買ってしまいました。病気ですね。では今日はこれで失礼いたします。どうもありがとうございました。失礼いたします。